どうも皆さんこんばんは。スタジアムオリジナルプログラムヒートアップタイムの時間となりました。ここからは場内ビジョン、そしてですねガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルで YouTube ライブで配信をしていきます。またガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さん、ぜひぜひもうこのタイミングでスマートフォンなど開いていただきまして、ガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルご登録もよろしくお願いします。改めましてこんばんは、スタジアム MC の千石光一です。サポーターの皆さん、ぜひ今日もチームと共に戦ってください。そして勝利必ず掴み取りましょう。よろしくお願いします。さあそれではですね、ここからはヒートアップタイム、ゲストをお迎えしてお届けしていきましょう。本日のゲストは岡中隼人さんです。どうぞ。こんにちは、岡中隼人です。よろしくお願いします。さあもうガンバのレジェンドでもありますけれども、岡中さん、今日はですね、はい、岡中さんの現役時代のちょっとプレーなんかを皆さんにご覧いただけるようにと、はい、ちょっと VTR 作ってますので、一緒にご覧いただきたいと思います。どうぞ、はい、若いですね。そうですね、痩せてる、はい、1993年のシーズン、リーグ戦20試合出場、本並さんとの熾烈な守護神の座を争ったというね、そんな時期だったわけですけれども、この頃っていうのはもう一試合一試合出場することに必死という感じだったんですか？毎日が本当必死で、うん、はい。さあそして、1996年のシーズン途中からは絶対的守護神として、97年のシーズンにはリーグ戦32試合出場、このウェアのダブダブ感がなんかこう時代を感じますね。そうですね、ね、はい、雨の日大変でした雨の日大変だったさあ、そして1998年のシーズン、リーグでの活躍が認められて日本代表に招集もされました。そして1999年のシーズン、この年も安定したパフォーマンスを披露しまして、リーグ戦29試合に出場。そして2000年のシーズンは岡中さんにとってはちょっと苦しいシーズンになってしまいました。開幕戦から離脱、リーグ戦は8試合出場。そして映像の方は2001年のシーズンになります。 J リーグ山崎ナビスコカップ、はい、こちらでプレーをされている、今度はちょっと動く岡中さんのね、はい、こういったプレーなんていうのがありました。はい、体を張ったこのプレー、今改めてご自身のこういうプレーを見てどうですか？いや、軽そうですね、体がね軽そう、よく動けてる。そうですね、はい。さあということで、長きにわたってですねガンバのゴールキーパー、ゴールマウスを守り続けてくれた守護神、2001年シーズン終了後大分トリニータへ移籍、そして2005年シーズンを最後に現役を引退されました。ということで本日のヒートアップタイム、ゲストガンバ大阪 OB 岡中さんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりというサポーターの皆さんもいらっしゃると思いますので、はい、改めてサポーターの皆さんに一言ご挨拶いただけますか？はい、ご無沙汰しております、岡中です。現役当時は熱い応援を、いただきまして本当にありがとうございました。今、高校生中学生のゴールキーパー、女子のゴールキーパーを教えながら、はい、毎日、上手くなるためにとか、うん、そういうところで一生懸命、やってます。はい、ということで、ですからもうサッカーにずっとこうサッカーのそばでお仕事を現役離れてからもされてるということですよね。そうですね、やっぱりサッカーが好きなので、うん、はい、それを仕事にできる喜びというか、はい、それを感じながら毎日、やってます。当時は万博記念競技場、そして今ガンバこのパナスタという大きなスタジアムがありますけれども、もしご自身が現役の時にこういうスタジアムがあったらどういう気持ちでプレーできたんでしょうね。いやー、もうなんか夢のようですね。なんか夢舞台でなんかプレーできたのかな、はい、はい、いやー、またね違ったね、感情っていうのがね分けがってくるかもしれませんけれども、さあそれではですね、ここで本日のボールパーソン、短歌を担当してくれる皆さんをご紹介します。大阪国際大学サッカー部の皆さんです。本日もよろしくお願いします。大きな拍手をお送りください。
はい、よろしくお願いします。さあ、岡中さん、はい、岡中さん、今あの腕にね、ガンバ大阪の LED ブレスですね、はい、こちらを身につけていただいてますけれども、まあ、ここから暑くなってきますとナイトゲームということで、もうガンバ大阪の応援必須アイテムとなっています。こちら LED ブレス、スターティングイレブン紹介の際、またですね、ガンバクラップ、こういった時にはですね、ぜひこの LED ブレスライトをスイッチオンしていただきまして、ぜひスタジアムをね、ガンバブルーに、ガンバカラーに染め上げていただきたいと思います。場内外のね、グッズブースで販売しております。まだお持ちでないという皆さんはご用意をよろしくお願いします。お願いします。岡中さん、ありがとうございます。はい、さあ、岡中さんの時代、例えばサポーターの方がご自身を応援してくれているのが分かるアイテムを身につけてくれているっていうのがスタジアムで見かけると、やっぱりちょっと気持ち的には乗ってくるんですか、そういうのって。いや、もうノリノリですね。はい、あの人俺ちゃんと応援してくれてるんだっていうのが伝わりやすいですもんね。そうですね、はい、選手には伝わりますね、はい、間違いなく。やっぱり選手も見てないようで目に入ってくるんですね、自分の番号だって名前があると。そうですね、はい、まあ、年齢が上がれば上がるほど顔も上がってくるので若い頃はね、はい、やっぱこうどっちかというとこう下をこう向き加減で自信がなさげにプレーをしてましたけど、はい、じゃあ、ある程度経験積んでくると、はい、堂々としたもんで、はい、目線も上がってくる。そうですね、周りも見れる余裕がある。そうですね、はい、なんで若い選手には、はい、声をかけて、うん、はい、顔を上げてもらうというのがいいのかなって思います。なるほど、はい、だからもう少しするとおそらくね、声を出して応援っていうね、はい、またあの時のようなスタジアムが戻ってくると思いますし、はい、まあ、そういう時にはそうです、ね、ぜひ若い選手たちには声をかけてあげても、はい、顔を上げてもらうと、はい、そういう応援を、はい、分かりました、ありがとうございます。さあ、今日はですね、YouTube ライブでもこちら配信をしておりまして、まあ、岡中さんの時代といいますと、非常に個性あふれるレジェンドの皆さんがガンバには在籍されていましたので、そうしたですね、当時のことなんかをぜひぜひ、YouTube ライブ、こちらの方でね、質問なんかも届けていただければ、また後ほど岡中さんにはお答えいただきたいなと思っておりますので、岡中さん、はい、ぜひ思い切ってぶっちゃけていただいて、はい、癖のある方本当多かったと思いますんで。そうですね、はい、まあ、個性が強かったというか、はい、まあ、でもそれも良かったかなと思いますけど、うん、自己主張する選手がたくさんいましたから、はいはい、まあ、これもまたね、一つガンバの歴史だと思いますんで、ぜひね、そういうね、ガンバの聡明期の話なんかもね、 YouTube ライブの方で質問コメントを届けていただきたいと思います。そして岡中さん、はい、今シーズンはガンバ大阪は4人のゴールキーパーがいて、4人がそれぞれプレータイムを得るという、はい、まあ、ちょっと珍しいシーズンとも言えるのかなと。そうですね、うん、ただ、まあ、東口が怪我から帰ってきて、はい、うん、はい、まあ、そこを目標にしてまた他の選手がまた切磋琢磨するのかなっていうところを期待したいですね。なるほど、まあ、本当に一つきっかけがあれば、さらにさらにプレータイムを伸ばせる、そういう、ね、期待を抱かせるプレーっていうのを、まあ、東口選手だけではなく、ね、他の、ね、3選手ゴールキーパーの選手も皆さんも、ね、見せてくれていましたんでね、はいはい、そういう意味では非常にレベルの高い競争っていうのはチーム内でできているのかなっていうふうにも僕見えるんですが。そうですね、ただやっぱりこう結果に反映してないっていうのが、うん、うん、結果に反映するようなやっぱ競争っていうのは、うん、まあ、やっぱ必要なのかなっていう、プロフェッショナルなんで。なるほど、はい、でもプロである以上はその最終的にはやっぱり結果が全て。そうですね、やはりこうチームの勝利ですね、はい、それを導けるような、うんうん、プレーができたらいいのかなと思いますけど、はい、まあ、そのあたりっていうのもね、選手の皆さんも当然ながら、またサポーターの皆さんも今一番待ち望んでいるところですもんね、はい、そうですね、勝利、はい、やはり OB としてもこのガンバのシーズン、毎シーズン結果っていうのは気になってらっしゃるんですか。いや、なりますよ。はい、なんで今日ははい、水柳神社にお参りしてきました、はい、手応えの方はどうだったですか。手応えですか、はい、手応えは終わってから多分感じると思います。なるほど、はい、いや、でもこうやってね、スタジアム来る前に、観戦いただく前に、そうやってね、ちょっと勝ち運を少しでも呼び込もうじゃないかっていうね、はい、はい、ことでこのパナスタ、そしてヒートアップタイムね、お越しいただいています。どうしてもなかなかこうね、勝ちがついてこずに、あ、という話をしてましたら、
岡田さん、はい、はい、我らが熱き青の力ガンバ大阪のゴールキーパーチームですね、はい、ピッチに登場しております。サポーターの皆さん、ぜひ大きな拍手でお迎えください。頑張れ。はい、ガンバ大阪 OB 岡中さんからもね、頑張れというね声が、応援が送られております。はい、カメラには東口選手、そして加藤選手捉えていますね。はい、今ゴルラサポーターの皆さんの大きな拍手に迎えられて、はい、さあ今日はもう無失点での勝利掴み取りましょう。改めて大きな拍手をお送りください。それではここで我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介します。背番号1、完全無欠ピッチ不当の青い盾、東口正明。背番号2、全身全霊かけてこそ青黒のエナジー、福岡翔太。背番号3、百戦錬磨のディフェンスリーダー、庄司健。背番号4、駆け抜けろ疾風怒涛の青い風、藤原弘樹。背番号5、ゼロの系譜ナンバーファイブの伝承者、三浦玄太。背番号8、風穴開ける青の豪傑、小野瀬康介。背番号10、歴史を背負う縦横無尽のナンバー10、倉田修。背番号13、羽ばたけさらに高く、瑠璃色の翼、高尾龍。背番号15、暴れ回れ一心不乱の青木狼、斎藤光希。背番号17、ピッチに潜む総国のカルード、奥野康平。背番号18、止まらない縦横無尽の重戦車、パトリック。背番号20、燃え上がれガンバのディフェンス投手、コン・ギョンウォン。背番号21、アグレッシブに守り抜く若きブルーシールド、加藤太一。背番号23、たぎる闘争心、勇猛果敢なソルダード、ダワン。背番号24、サイド揺さぶる総国のハヤブサ、黒川圭介。背番号32、局面高い刹那の稲妻、坂本伊佐。背番号37、勇敢なる一撃青の希望、山見広人。背番号48、青に染まる王国が生んだファンタジスタ、石毛秀樹。以上、我らが熱き青の力ガンバ大阪エントリーメンバー18選手をご紹介しました。さあ岡中さん、はい、18人の発表が終わりました。どの選手を、岡中さん、今日の試合は注目期待されていますか？いや、もう東口選手ですね。東口選手、はい、ゴールキーパー出身の岡中さんから見て、東口選手っていうのはどういうところが素晴らしい選手なんでしょうか？いや、 やっぱり現代サッカーにおけるゴールキーパーの資質っていうのを、はい、なんか全て持ってるのかなっていうところですね。まあ、足元の技術もそうですし、はい、まあ、パワーとかスピードとかもそうですし、はい、で決定的な場面をやっぱりこう防ぐというところですね。はい、まあ、我々からすると、はい、もう東口選手が目立たない試合っていうのが一番の、
まあ、の理想ではありますけれども、はい、やはり90分あると一瞬やはりこうチャンスっていうのは相手にも生まれて、はい、そういう中で止められるか止められないかでまた流れて変わってきますもんね。そうですね、うん、ということで岡中さんはやはり同じポジションでもあったこの東口選手、はい、今日は注目ということで、はいはいはい、注目です、はい、期待の選手として挙げていただいています。ぜひぜひね、まあ、そういうあの OB のね、岡中さんの声に応えられるようなね素晴らしいプレーというのはね今日ぜひぜひこのパナソのピッチで見せていただきたいと思います。さあ、あの YouTube ライブで配信をしていますのでぜひ YouTube ライブ上からはですね岡中さんに対する、こういう時ってどう思ってるんですかというようなこの選手目線のお話なんていうのもね質問で届けていただいてもいいかなと思います。さあそして、画面上ではですね、はい、ロッカーからいよいよ向かってくる、そんな選手たちをですね捉えています。いよいよ臨戦態勢といったところですね。さあ間もなく選手の皆さんピッチにやってきそうです。やはり出てくる選手の皆さんの表情を見てると引き締まってますね。そうです ね, ね、はい、ぜひぜひ今日はここホームパナスタですからやってやるぞっていうねその思いというのをピッチでプレーで表現してもらいたいなと思いますね。さあそしてここで我らが熱き青の力ガマ大阪フィールドプレーヤー選手の皆さんが登場しております。サポーターの皆さん大きな拍手を、そして青黒のタオルマフラーを掲げ選手を迎え入れてください。よろしくお願いします。さあ連戦が続いていますがサポーターが待ち望んでいるのは勝利です。ガマ大阪選手の皆さん今日も共に戦いましょう。さあここからですね一段ギアが上がっていくのがパナソニックスタジアムということになりますけれども、さあ、この後ですね YouTube ライブでの配信引き続きお届けしていきます。場内ビジョンでの放送は以上となります。まだガンバ大阪のですねオフィシャル YouTube チャンネルご登録いただいていないという皆さんはぜひこのタイミングでご登録いただいてぜひ YouTube ライブ上でヒートアップタイムはお楽しみいただきたいと思います。この後はですね池田琴美さんにバトンタッチをしてお届けしていきます。こんにちは、ガンバ大阪の山本由紀です。世界不思議発見見たことありますの、なんかエンディングのあのキーあるじゃないですか。なんか僕の勇気の勇のなんか悠久の大地に咲くなんか樹木みたいなワンポイント、声と愛嬌、愛嬌ないな、穏やかしっかりしてる、こだわり強い服とインテリアと美容ですか、ね、特技、あ、料理、リスクを犯す、クモンとサッカー、あだ名ユッキーとか言いました小学生入る前、保育園かな、1回目やったらその場所とかじゃなくてご飯は絶対カウンターにした方がいいと思う。うわ、ちょっとそれ多すぎ、多いんで無理です。めっちゃ辛いやつ、ハンターハンター、テレビ千鳥プラダを着た悪魔、最近一番もらったことは、あ、さっき治療してる時にあのキーパーコーチのヨシさんのくしゃみの癖がエグかった。なんか温泉旅行、犬、キンキキッズの愛の塊、お風呂に入る、サッカーボール、初給料はなんか買ったかな、親になんかちょっと買った、自分に服買ったかちょっと覚えてないです買い物行くか、行くことが多いですけどコロナのせいでめっちゃインドアで、なんか行きたいけどめんどくさいみたいな引
っ越しするんで、あのもともとインテリア好きなのもあるんですけど、ずっとそのことしか考えてないです。そのことしか考えてない色味とサイズ感、シャネルのガブリエル、ポンコツ今ちょっと怪我でなかなか出れないですけど、また皆さんの応援のもとでプレイできるのを楽しみにしています。グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube ライブをご覧の皆さん、こんにちは。ここからのヒートアップタイムは私、スタジアム MC の池田琴美が進行を務めます。よろしくお願いいたします。そして引き続きガンバ大阪 OB の岡中隼人さんにもお付き合いいただきます。岡中さん、よろしくお願いいたします。あの岡中さん、先ほどからずっとキーパーの皆さんの練習を見られていますけれども、はい、やはりこうキーパーの今コーチとされているということで気になりますか？いや、もうむちゃくちゃ気になりますね。こう見ていていかがですか？いや、なんかやっぱりいいですね。天然芝 で、うん、でやっぱいろんなボールを蹴っても、はい、やっぱそれをキーパーが反応するという、うん、ところですね。じゃあ今日 の、 あの、はい、キーパー東口選手の加藤選手ですけれども、はい、この練習の状態を見て今日の状態どういう感じだと思いますか？いや、いつも通りかなっていう。おということはいいという。そうですね、はい、なるほど。ここでは結構もう最終確認みたいなことなんですか？いや、そうですね。もう体をその、まあ、温めてというか、まあ、暑いので、うん、まあ、温めるっていうのと、あと頭の中を、まあ、整理して、はい、で一回戻って、うん、で着替えてまたピッチに出るということは、まあ、結構リセットしたりする時間というふうにも皆さん使われているということなんですね。そうですね、はい、おー、なるほど。ではまた後ほどね、いろいろとお話もお伺いしますので、はい、よろしくお願いいたします。ではまず最初は横浜 F マリノス戦、天皇杯3回戦の大分トリニータ戦、北海道コンサドーレ札幌戦をダイジェストで振り返ります。 VTR ご覧ください。まずはホームで行われました第17節横浜 F マリノス戦です。まず試合を動かしたのはガンバです。まずはダマン選手ですね。前半にこの早い段階で点を取れるっていうのはやっぱりチームの流れ変わりますか？そうですね、あのマリノスがやはりこうゴールキーパー含めてあの繋いでくるチームなので、はい、まあ、こういうところは狙い目かなと。お、はい、じゃあちょうどいいところにダマン選手がいたという。そうですね、はい。でこの後はやはりパトリック選手といえばヘディング。そうですね、まあ、彼のヘディングは相手にとっても脅威かなと思いますね。もし岡中さんがキーパーだったときに、はい、パトリック選手のヘディングが来たらどう対処しますか？まずはパトリックに挑みに行きます。お、挑みに行く。ボールを奪いに行きます。おー、まず、はい、そのヘディングさせないという。そうですね、はい、チャンスを潰すという。そうですね、まあ、味方と接点も多分パトリックの方が強いので、はいはい、あ、なるほど。キーパー目線で見るとまた面白いですね。そうですね、はい、で続いてはアウェイで行われました天皇杯3回戦大分トリニータ戦です。まず前半はここでこの後ですね PK を与えてしまいます。いや、この PK ってやはり緊張しますよね、キーパーの皆さん。うん、そうですね、まあ、でもあのキッカーの方が有利なので。あ、なるほど。まあ、そこは思い切って、ね、お、思い切って動く、まあ、入れられちゃいましたけどね。ですが後半は、山見選手ですね。そうですね、彼はやはりこういう細かいプレーも持ってますね、はい、スピードだけかと思ったんですけど。で、またここから立て続けに得点が入ります。パトリック選手、これなんですよねやはり先ほどね、はい、抑えたいところだけど、やっぱその抑えさせないのがパトリック選手、はい、そうですね、良さで。で、またここで次はガンバが PK を獲得しきっちり決めてくれます。いや、まあ、リーグ戦でもやっぱりこういうシーンを多く見たいですね、うん、そうですね、はい、でこのままガンバ大阪が勝ちまして3対1、次の、ね、試合へとガンバ大阪は歩みを進めます、はい、続いてはアウェーで行われた第18節北海道コンサドーレ札幌戦です。だんだん暑くなってきましたけれども、この日はドームでの試合ということで、はい、その暑さは皆さんにはあまり、ね、その負担にならなかったのかなという。そうですね、ドームはあの空調コントロールできるので、はいはい、まあ、キックオフも2時でしたからね、はい、そうですね、はい、早い時間 で、はい、で最初こう石毛選手のシュートであったりするんですが、はい、まずは失点をしてしまいまして、その後もね、ガンバ大阪攻め続けます。
まあ、こういうところの細かさはね、やっぱりこう彼にとって必要なのかなという、はい、パトリック選手の課題、ね、はい、ご覧の3試合を見ていただきました。いや、パトリック選手のこの攻略の仕方、ゴールキーパー目線というのも面白かったですし、いや、いいですね。また皆さんぜひぜひ YouTube の方にね、この質問をいただきますと岡中さんにこの後たくさん答えていただきますので、はい、コメントをお寄せください。そして、まあ、やはり現役時代のお話を聞いていきたいんですけれども、はい、なんと先ほどお聞きしたら片野坂監督と何やら接点があるとお聞きしているんですが、どういった関わりがあるんですか？そうですね、ガンバと選手で、あと大分の時に選手で、お、はい、それとライセンス、S級ライセンスを一緒に、はい、一緒に取りに行ったというか取りました、はい、それは一緒に行こうよみたいな、いえいえいえ、たまたま、はい、S級ライセンスはもう自己推薦で、はい、自分どうですかっていう形で行くので。なるほど、はい、結構片野坂監督とはプライベートでも親交があるんですか？ね、いや、僕自身があんまりこう選手時代からそんなにこう人付き合いというか、はい、あんまりお酒も飲める方じゃないので、はいはい、なんか片野坂監督の自宅とクラブハウスの行ったり来たり、はい、なるほど。でもそういった選手もいるっていうのがまたファンサポーターの皆さんには新しい情報なの で、 そうです、ね、面白いですね。ただ、まあ監督、片野坂監督は子煩悩で、はい、すごく家庭を大事にする。あ、そうなんですね、はい、まあ、多分チームもね、大分の時も大事にしてたし、はい、まあ、今のガンバも、うん、やっぱ大事にされてるのかなと思いますけど。そうですね、やっぱそういった大事にするというところは、はい、やっぱお子さんだったり家庭を大事にしているというところから来ているんですね。はい、おー、なるほど。ちょっとプライベートが見えたのが面白かったです。また質問が来ていまして、先ほどの、ね、パトリック選手のような選手がいたらどうですかっていう質問に似ているんですが、はい、キーパー視点から見てどういう相手が怖いですかと来ています。もうやっぱりこう必ずこうゴールを見ながらプレーをしている、うん、特に外国籍の選手はそういう選手が多いんですよね。なるほど、はい、なんでそういうところの駆け引きも楽しいんですけど、はい、ただいざそういう選手が何人かゴール前に出てくると、はい、どうしてもこう1人に費やすともう1人が空いてしまうので。なるほど、はい、確かにゴール前になると一体何人っていう戦いみたいになりますので、はい、だからチームのサポートっていうのは必要になってきますね。おー、なるほど。その一体何人っていうふうにさせないように味方も一緒にっていうところが大切になってくるんですね。はい、あと岡中さんのユニフォーム持ってます。当時本並選手のとことどう思ってましたか？はい、やっぱりライバルでしたかと。いえいえ、もう最初はもう背中を見ながら、はい、いや、こんな、まあ、とんでもないというか、まあ、化け物というか、はい、こんな選手を抜けるのかなっていうようなところでやってました。あ、そうだったんですね。何にも変わりませんでした。はい、でもやはりそういったなんていうんですか、すごい選手が一緒にいるっていうのはやはり自分自身の成長にもつながるものですか？そうですね、やっぱり そこをどう自分が崩していくのか、うん、でチームの勝利に貢献できるのか、はい、それを毎日こう考えながら、はい、なんで家庭のことはあんまり振り返らなかったような気がしますけど。そうなんですね。はい、では今ね、ご家族の方にもう仲良く、はい、そうですね、はい、まあ、子供も大きくなったんでもう家出たので。あ、そうなんですね。はい、今妻と2人で暮らしてますけど。あ、いいじゃないですか。いいですね。はい、まあ、そうやってやはりこのゴールキーパーの中でも結構この座を争うという点では今ガンバ大阪もやはり今東口選手が帰ってきましたけれども、はい、他の3選手も素晴らしいプレーをね今年見せてくれていまして、はい、やはりこのみんなでこう戦うっていう分ではこの4人がしのぎをこう競うっていうのはやっぱりいいもの刺激になるんですかね。いや、いいと思います。僕もやっぱりこの下に松尾や鈴木がいて、あ、はい、で、まあ、彼らと切磋琢磨しながら、うん、でいつの日かやはりこう鈴木のフィードがチームにプラスになって、はい、で僕自身がベンチを温めるようになって、はい、おー、なるほど。やっぱりもうゴールキーパーはみんなで一つのある意味チームみたいなものなんですかね。うん、そうですね。まずはやっぱうん、チームのことを考えて、まあ、それぞれが、まあ、ベストを尽くすというとこなんでしょうかね。お、なるほど。はい、また質問で岡中さんが現役時にエムボマ選手のシュートを練習で受けていたと思いますがどんな感じでしたかと。ね、彼は、はい、30メーター先で、はい、背中で僕を見て、で僕が前に出てると思ったら、はい、振り返って、はい、ターンしてループシュートを打ってくるんですよ。背中にも目がついてる。そうですね。だからそういう、そのなんていうんですかね、見てるようで、あ、見てないようで見てる、もしくはそういう遊び心ですね。はい、
大体ループシュートを若い選手とかやってくると、はい、あのベテランのキーパーなんかは、はい、あのちょっと怒るんですけどね。あ、そうなんですか、はい、つまんねえことしてんじゃねえぞみたいな感じになるんですけど、はいはい、でもそこはエムボマ選手ならではのループ、はい、そうですね。おすごい、はい、やっぱそこら辺もやっぱすごい、ね、得点取ってましたから、うん、そういった練習から凄さっていうのが垣間見えていたんですね、うん、また今のキーパーの女性の、ね、コーチをされているということで、はい、この男性と女性でまたこのですかキーパーでも違いみたいなものって何かあるんですか、うん、あの一生懸命やる 100% やるところは変わらないです、はい、ただやっぱこう瞬発的なところとか、うん、そういうところで、あとはまあサイズですね。あ、身長だったり、はい、まあ、170から176とか多くても、はい、そういう中 で、うん、でまあ僕はボール蹴るんですけど、はい、まあ、枠に入るんですけど、はい、まあ、ごめんねって謝って感じですけどそか、あまりにも高すぎるボールだったりで、うん、そうですね。あ、はい、やはりそう体格差っていうところでまた指導の一面も変わってくるということなんですね、はい、じゃ今日もあのガンバ大阪の、ね、後ろでシュート練習とかありましたけれども、はい、またこれを持って帰って実践なんかしたりするんですか、はい、いやどうですかね。いや、こういうトレーニングはでも、はい、あのいいと思います。あ、そうなんですね、はい、とにかくそのゴールを決めることに対しての、うん、まあ、簡単な、まあ、ドリルトレーニングというか、はい、いうところなんで、うん、まあ、こういうところは、まあ、映像に、ね、撮れたら、はい、映像に撮って持って帰りたいぐらいですけどね。あ、ぜひあのこの後 YouTube の方を、ね、また見返していただいて、はい、岡田さんも、はい、では続いては前日に行われました選手と監督の会見の様子届いています。 VTR ご覧ください。まあ、試合やるごとにコンディション上がってると思うんですけど、まあ、それがチームの結果につながってないんで、まあ、まだまだかなと思ってます。まあ、もっとやらなきゃいけないこといっぱいあるし、うん、まあ、チーム助けるプレーっていうのはもっとやっていかないとダメかなと思います。いや、今年は本当に、うん、めちゃめちゃいいチームになって、まあ、元からいいチームですけど、本当に今年の広島は例年ぐらいで強いチームやと思うんで、まあ、まず向こうも前から圧力をかけてくると思うんで、まあ、それに負けないように最初からパワー出して戦いたいですね。今のチームの状況はそこまで別に悪いイメージはなくて、一個球際勝てればチャンスになるし、チャンス決めれれば勝てるしみたいな、そういうところだと思います。たぶん今チームとしてもめっちゃいい状態だし、その速い選手とか強い選手とかしっかりいい選手もいっぱいいるので、いいチームだなと思います。でもずっと今やってる守備の強度と切り替えのところを負けなければ全然いけるんじゃないかなと思います。いや、やっぱり一番今リーグで勢いのあるチームだと思いますし、まあ、その勢いというのは勝ってるっていう連勝もありますけど、選手一人一人がやっぱりハードワークしますし、スキッピ監督が考えられているサッカーというもの、そして今の広島の強さというところでの強度も高いしスピードもあるし、まあ、外国人選手前線、まあ、ドーグラス・ベイラ選手も今ゴールを量産してますし、そういったタレントも多くいる非常にまとまりのある素晴らしいチームだと思いますけどね。はい、前日会見の様子、倉田選手、高尾選手、片野坂監督の3人の、ね、インタビュー見ていきましたけれども、やはりこう守備の強度だったり切り替えが大切ということで、このあたりが今日もやっぱりポイントになってくるんですかね。うん、暑い中でどれだけハードワークできるか、うん、になってきますね。おお、やはりこの暑さもね、一つ天敵ですよね、やはり。はい。いや、この暑さを乗り越えるためのこう秘訣だったりってあるんですか。どうですかね。やっぱ水分をこまめに取るっていうところと、うん、あとはまあ無駄走りっていうよりは、はい、やっぱ効率よく走る。なるほど。はい。で、ミスが出ると、うん、やっぱ疲労にもつながるので、まあ、そういう、まあ、ミスの少ないというか。あ、じゃあ本当にこの無駄ないプレー、無駄がないプレーをたくさんつないでいくというところが、はい、この暑さに勝つポイントで
そうですね、はい、なるほど。じゃあそういったところもね、今日いろいろと楽しみに試合を見ていきたいと思います。ではここでガンバ大阪の新グッズご紹介します。日本初のジッパーブランドポケとのコラボレーションアイテムです。まず一つ目がポケコラボジップバッグ、価格が1980円、カラーが黒の L サイズ、青の M サイズのセット、青の L サイズ、黒の M サイズのセット2種類となっています。今実際に岡中さんにもお持ちいただいております。お持ちいただいているのが黒の L サイズ、青の M サイズのセットです。いや、こちらこれからの季節ね、海に出かけたりとかフェスに行くときなんかにもね活躍してくれそうですよね、岡中さん。いや、もうなんか濡れても安心という、はい、はい、そうですよね、サッカー観戦も、ね、あ、いいですよね、軽いっていうのがね、はい、これからサッカー観戦来るときに先ほどのね LED ライトを入れていただいたり、スマホを入れていただいたりといろいろと活躍できると思います。そしてもう一つがオリジナルコードです。今こちらも岡中さんにつけていただいております。価格が1100円です。先ほどのこのジップバッグにつけていただいて活用していただいてもいいですし、他にねご自身の社員証だったり何かにもつけていただけますし、あとこれ長さもね変えられるんですよね。はい、僕長身なんですけど、はい、あ、だいぶ下になります。そうですね、なります。結構しっかりとあの、はい、どなたでも使っていただける長さとなっていますので、このように合わせていただいて皆さんぜひご購入をお願いいたします。お願いします。今シーズンからガンバ大阪が新しいエンブレムになりまして、はい、このグッズもですしユニフォームも変わって、あの一つ私が現役時代の映像を見て気になったのがユニフォームがすごくカラフルでしたね。そうですね、なんかあのユニフォームはいかがでしたか。いや、みんなあの柄に顔が負けてたというか、はい、ガラガラで。確かに本当にあの、はい、関西らしい派手な配色 で、ね、はい、だから本並さんぐらいじゃないですか柄に顔が勝てたというのが。そうですね、あの、はい、すごいマッチはしてらっしゃいますよね、はい。まあ、やはりあとこの機能っていう部分でも先ほどお聞きしたら全然違ったっていうふうに聞いたんですけど、どう違いましたか。いや、もう結構あの伸縮性があまりないので、あ、はい、ちょっと横にこう飛んだりとかすると、はい、ちょっと洋服がこうあのユニフォームがちょっと残るという、はい、はい、今のはもう機能的で、はい、やっぱ どんな動きをしても、ね、うん、あのユニフォームがついてきますけど、はい、はい、あ、そういったところでもいろいろと進化が、はい、雨の人が大変でしたよ。だから雨重くなるんですか。重くなります。わ、大変ですね、はい。まあ、今の、ね、選手たちは本当快適なユニフォームで頑張ってくれていますね。そうですね、はい。では続いてまた質問がたくさん来ています。あ、ガンバ大阪時代一番印象に残っている試合は何ですかと来ています。一番試合に残っている、はい、まあ、たくさんあると思いますが、第2ステージ97年の第2ステージ優勝をかけた、はい、うん、ジュビロとの大一番ですね。確かシュート32本ぐらい打たれたんですけど、結局延長 V ゴールでドゥンガに決められて、はいはい、覚えてますね。サネヨシが右にいて、はい、でその外からあの、まあ、シュートボールみたいな感じで入ってきて、僕も飛ぶまでもなくも眺めてそのまま入ったっていう、はい、あ、なるほど。でもなかなかそれだけシュートを打たれるっていうのもあまりないですかね。そうですね、だしやっぱこうチームスポーツなんで、はい、あの時はやっぱこうチーム力っていうのは、うん、まあ、こっちはもうあのパトリックはエムボマがいて、はい、でそこに集めてゴールを決めるチームだったんですけど、はい、うん、まあ、ジュビロはもうズンガ含めて他のナナミだとか福西だとか、うん、そういうあのゴン中山さんとかそういう選手がやっぱチームで一体感を持ってくるので、あ、まあ、そういう意味でやっぱあの時チーム力っていうのに関しては足らなかったかなと、はい、思いました。まあ、まだまだたくさん聞きたいことがあるんですが、もうすぐ試合が始まるということで YouTube をご覧の皆さんに一言お願いいたします。はい、あのガンバ大阪今ちょっと低迷してますけども、皆さんの応援で、なんとか、上位に飛躍するように、頑張ってくれると思うので、私含めて応援しますので、皆さんで、ガンバを、まあ、今年優勝は難しいかもしれないですけど、そこまで近づけられるように一緒に応援していきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。この後はレフェリー並びに両チームスターティングイレブンの紹介です。チャンネル登録がまだの方はこのタイミングでぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてしばらくこのままでお待ちください。
ガンバ LED ブレスのお知らせです。ガンバ大阪選手紹介時、選手入場時、そして勝利時のガンバクラップの際には照明を暗転します。ガンバ LED ブレス、スマートフォンを店頭のご協力お願いいたします。スタジアムを一緒に盛り上げましょう。パナソニックスタジアム吹田にご来場の皆様、 YouTube ライブでご視聴の皆様、ガンバ大阪ホームゲームへようこそ。ただいまよりガンバ大阪 VS サンフレッチェ広島のゲームに先立ち、レフリー並びにサンフレッチェ広島スターティングイレブンをご紹介します。レフリー笠原博樹、アシスタントレフリー大塚春弘、アシスタントレフリー赤坂治、フォースオフィシャル池田和弘、 VAR 荒木祐介、 AVAR 西橋勲、マッチコミッショナー福島隆、続きましてサンフレッチェ広島スターティングレブをご紹介します。ゴールキーパー背番号38大迫圭介、ディフェンダー背番号2野上裕樹、背番号4荒木隼人、背番号19佐々木翔、ミッドフィルダー背番号15藤井智也、背番号17松本大志、背番号3塩谷司、背番号24東俊樹、背番号10森島司、背番号39満田誠、フォワード背番号37ジュニオールサントス、リザーブ背番号22川波五郎、背番号33今津雄太、
背番号6青山俊博、背番号18柏義文、背番号30柴崎康生、背番号9ドーグラス・ビエイラ、背番号13ナシム・ベン・カリファ、監督ミハエル・スキッベ。肩の差がともひろひろ。